まあ、ネーションズリーグになると強豪国相手に昨年はどれだけこうチームとして挑戦できるかっていうのをやったんですが、まあ、高さのあるチームに対してこうまだまだ課題が残った昨年の大会だったので、今シーズンは新たなこう即戦力もいますし新戦力もいるので、しっかりとそこの部分と今までやってきたメンバーのこう力を合わせて高い相手でもしっかりと日本らしいバレーができるようにやっていきたいと思います。決勝ラウンドに進出することです。そうですね、東京、まあ、オリンピックの前年度ということで日本のやっぱりバレーボールに対しての注目度が非常に高いというふうに思ってます。その中で東京ラウンドを、まあ、戦えるっていうのは非常に意味のあることだと思うし、またその、まあ、トップレベルの、チームが来日するので日本も日本国としても非常に楽しみにしていると思います。